先月大学生の長谷智也さんが死亡し交際相手の八木原天音容疑者ら6人が逮捕された事件警察は今日八木原容疑者と友人の川村刃音容疑者が金払えなどと長谷さんを脅しキャッシュカードを奪った上、現金12万7000円を引き出し盗んだなどとして強盗や詐欺など4つの容疑で再逮捕しました2人の認否は明らかになっていません 警察は残る4人も再逮捕する方針です。